everyone. This is Hayama の簡単カタカナ英会話。This time I'd like to show you very cute hippo baby in Thailand and other rare animals in the world. こんにちは、Hayama の簡単カタカナ英会話です。今回はタイで今ブームを巻き起こしている小人カバの女の子ムーディーちゃんをメインに世界のちょっと珍しい動物をご紹介したいと思います。ムーディーちゃんなんですけれども、皆さんに名前を募ったところ豚肉団子のムーディーというのになったらしいんですね。でそこからまたSNS で、火がついて拡散されて今すごい人気になってんですね。カバを英語で言えますか？英語圏ではヒッポって言うんですね。で、正式名称がちょっと変わった発音なんです。ヒッポパテマス。私も舌が回らなくなるんですけど、ヒッポパテマス。それでヒッポっていう風に言って、カバは、ヒッポで通じます。で、このムーディーちゃん、ムチムチしてるんですね。ムチムチして、そこから肉団子みたいな名称がついたらしいんですけれども、女の子なんですけれどもとても活発で飼育員さんに噛みついたりじゃれたりするんですね。で今までの来場者からも5倍くらいに、増えたということで、他の動物園の、小人カバやカバも、すごく人気になってるそうです。小人カバって、まあ、英語で言うとピグミーヒポパテマスって言いまして、ピグミーって皆さん以前聞いたことないですかね。アフリカの部族にピグミー族っていう方たちがいるんですね。この方たちは身長が150センチ以下の珍しい部族なんですね。でそこからまあ小さいっていう意味でこの、カバも、ピグミーヒポパテマスっていうふうに呼ばれています。パテマスカバは、世界三大珍獣の一つなんですね。で、まあ、ジャイアントパンダとオカピ、それらを含めて、あと小人カバですね、世界三大珍獣というふうに言われてるそうです。カバは本当元の形を今も残してる、まあ、ことで珍獣だと言われるらしいです。突然変異を英語で何と言うと思いますか？ミュータント、ミューテーションって言うんですね。なんか漫画でミュータントってあったかなとは思うんですけれども、中国で、ミュータント、色素が違う茶色いパンダが生まれてる、いるんですね。まだ健在ですよ。で、この茶色のパンダはチーザイって言います。でとてもひょうきんで愛嬌のあるパンダなんですね。黒の部分が茶色になっただけでだいぶ印象が変わりますね。その他あと、もう日本でもとても少なくなったラッコ。ラッコは英語でオッタって言います。全然違いますよね。オッタ、ラッコがオッタっていうふうに覚えてください。で今全国の水族館でも3頭ぐらいしかいないらしいんですけれども、これがなんと北海道の方では自然界で、ラッコが生息していて10匹ぐらいが集団で、生活していて赤ちゃんも生まれているそうです。今回は羊ですね。可愛いぬいぐるみのような羊をオーストラリアから2頭ご紹介したいと思います。それでは Please watch and enjoy。 ムーディーちゃんすごくムチムチしてますよね。ムチムチって英語でなんて言うんだろうなって思いませんか？ムチムチはプランプとかチャビとか言います。なんかこうふっくらしてるっていう感じなんですね。でもう一つ、飼育員さんの方はキーパーって言います。で動物園の飼育員さんのことはズーキーパーって言います。ตัวยังก็ปลา
ツヤツヤの肌が再現されています。パンダは英語ではパンダベア、ベアというクマを後ろにつけるんですね。チーザイは実はお母さんに見放されたっていうか見捨てられちゃって生後2ヶ月で保護されました。今年で15歳になるオスですね。ちゃんと子供も生まれていますが子供たちは白黒だそうです。怖いですよね。パンダがズーキーパー飼育員さんを襲ってるんですけど、最終的にはこのズーキーパーさんは程度の軽い傷で済んだそうです。ちょっと腕と足を噛まれたみたいですね。本気だったらものすごいもっと殺傷力があるんでしょうけど、メスだそうなんですけれども、ちょっとストレスが溜まっちゃったのかな。なんかこのオッターの赤ちゃん、ベビーオッターはお母さんとはぐれてみなしご孤児なんですね。で、本当にちっちゃいんですけど、こういうケース、はぐれるケースって多いらしいんですね。まあ施設とか動物園で保護されているようです。で、ちっちゃい時は本当可愛いですね。なんか手が短いし助けてあげないとって思いますよね。で、鳴き声も、こんな鳴き声してるんだって思いました。海にぷかぷか浮かぶラッコの群れ。道東浜中町の霧多布岬には珍しい野生のラッコが10頭ほど生息しています。よく見てみると、あそこのラッコのお腹の上には赤ちゃんのラッコが乗っていますね。大事そうに抱えています。お腹の上には貝ではなく子供のラッコ、お母さんのお腹の上でのんびり過ごす親子の姿が見られました。観察しているとお母さんがお腹から赤ちゃんを離してしまう様子も。少し不安に見えますが、今、2週間過ぎたところですけども、今ようやく赤ちゃんが少し泳げるようになってきた状況で、お腹の上普段は乗ってて抱っこしてて時々下ろしたり、まあ、餌を取るときは下ろします。下ろして浮かばせてお母さんは潜って餌を取ると。これも大事な教育の一環。しばらくするとお母さんがまた迎えに来てくれました。一時期は全国の水族館や動物園で120頭ほど飼育されていたラッコも、現在はわずか3頭まで減少しています。自然の中で年間を通してラッコを見ることができるという霧多布岬は貴重な場所なんです。去年は5頭が生まれていて、これからのベビーラッシュにも期待です。この羊、こんな羊いるんだ。足の部分なんかブーツ、毛皮のブーツ履いてるような感じですよね。赤ちゃんなのにおひげも立派なんですよね。ちょっとミニチュアシュナウザーっていう犬の犬種に似てるなぁなんて思いました。これはとても珍しい動画で、羊なんですけど毛を刈っていなかった、どっかで逃げちゃった羊みたいなんですけれども、すごい量ですよね。これ歩くのも大変だったんじゃないかと思いますけど、ようやっと捕まって毛を刈り取られています。あとはさっぱり、もう何分の1かの体になりました。この可愛い羊の種類はベビードールと呼ばれているらしいんですね。
毛がプードルみたいにがっかりしてるんですね。とても可愛くて鼻が黒いのが特徴だそうです。Thank you for watching. いかがだったでしょうか。世界にはいろんな動物がいて、またちょっと日本にはいない動物もいるんですね。とてもキュートで個性がありますね。それではまた。I see you later. Bye.